新忍者の成長投資枠で買った株狙っている株ランキング。実際に買った株と、まだ買ってはないんだけども、大きな下落が来たら買いたいなと思っている狙っている株ランキングということで、2つアンケート取らせていただいております。集計期間は2024年1月11日から14日となっております。1523件ということで、ご協力いただきました方、ありがとうございます。それでは早速ランキングの方行ってみましょう。第10位。実際に買った株。三井住友フィナンシャルグループ。狙っている株。稲 バター産業第9位こちらも実際に買った株同率ですけれどもインペック数ですね22票同士となってあります狙っている株は東京海上ホールディングス42票第8位実際に買った株 KDDI23 票狙っている株任天堂 t e n 4 5票第7位 実際に買った株、ヤマハ発動機。こちらも同率23票。狙っている株、KDDI51 票。8位の実際に買った株、KDDI で、狙っている株ランキング7位が KDDI ということで、やはり人気かと。第6位、実際に買った株、新越化学工業33票。狙っている株、三菱 HC キャピ64票。来ました。三菱グループ本当あの、三菱はマジで人気ですね。 第5位、実際に買った株、三菱 HC キャピ41票、狙っている株、三菱正治78票。先ほどのですね、狙っている株ランキング6位が三菱 HC キャピでしたけれども、実際に買った株ランキング5位は三菱 HC キャピということですね。第4位、実際に買った株、三菱 UFJ47 票、狙っている株、新 S 科学工業79票となっております。三菱リレーしてるんかっていうぐらい、あの、ずっと 三菱出てますね、はい、第3位、実際に買った株、三菱商事55票、狙っている株、JT87 票、ついに来ました、超高配当 JT。第2位、実際に買った株、JT63 票、狙っている株、NTT96 票。そしていよいよ第1位の発表に行きたいと思います。第1位 実際に買った株 NTT70 票狙っている株三菱 UFJ115 票ということでこちらのような結果になってあります。もうほぼほぼこの上位陣トップ5ぐらいからのこの銘柄のダブり具合がとんでもないですよね。まあ言うたら三菱グループと JT と NTT ですね。でそこに食い込んでる新越科学って何もなんていうね。えー、まあそんな感じのランキングになっています。 おりますので新ニーサでねどういう銘柄買おうみたいな形で最近株始めた方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども参考にしていただければと思いますでですね狙っている銘柄ランキング10位に入ってた稲畑産業ですねこのトップ10のランキングだとちょっと異質な感じというか まあそこまでね、時価総額がでかくない銘柄が唯一ランクインしているというところなので、この銘柄を見ていきたいんですけれども、ちなみにですね、実際に買ったランキングの12位に入ってます。この銘柄。なので、個人投資家が意外と注目しているっていうのが、この稲畑産業という銘柄ですね。で、この会社自体は科学の勝者ですね。月足チャートこんな感じですね。この10年ぐらいで綺麗に上がってますわと。なんですけれども、日足で見たときにですね、ここ直近株価がガガッと 大きく下落している状況なんですねっていうのもあって新年からいきなり株価がガーって下がってるんで注目度がかなり増してると。 で、新ニーサもこのタイミングで始まってきているしっていうところもあるのかなと思うんですけれども、なんでこんな株が下がってるんですかいというと、筆頭株主が住友価格なんですよね、この銘柄。大株主一覧見ると、ここ住友価格が24%株を保有しているんですけれども、この住友価格が稲畑産業の株を売りますという発表をしております。売り出しの規模が最大で箱詰株式総数の17%となかなか大きい規模ですよね。売り出しされるってなると、 受給が悪化するんじゃないいかととうことで、株価が下落してます。で、この売り出し価格に関しては、15日から18日までの間に決定しますと。ただ、いずれにしてもですね、この銘柄も、配当利回り4%近くありますので、非常に人気の高い銘柄ですね。で、高配当というところに加えて、人気の理由が株主優待ですね、クオ・カードがもらえるんですけど、年1回、9月末の権利なんですけれども、こちらのような条件ですね、100株を6ヶ月未満であれば、500円もらえますと。 で、6ヶ月以上3年未満であれば1000円にグレードアップします。で、3年以上であれば2000円もらえます。 で、それが100株だったら最長で3年以上で2000円。で、200株であれば3000円。300株以上であればなんと5000円に増えますよ。ということで、クオカードの金額が徐々に上がっていくっていう、これもすごいね、人気の理由ですよね。ただ、クオカード株主優待は非常になくなりやすいので、この3年以上の長期保有を狙って新ニーサで買ったんだけど、クオカードの優待なくなりますとか、正直あり得るかなっていう感じですね。だからそこだけ注意というか、まあ注意。 頭に入れておく必要があるかなとは思いますね。で、その他人気どころですけども、三菱 UFJ ですね。配取りマリ3.23%。こんな感じの月足チャートになってます。次、三菱 HC キャピですね。連続増配でお馴染みで、10万以下ぐらいで買えるんですごい人気の銘柄ですね。配取りマリ3.75。リース系の会社なので、非常に安定した業績となっております。で、みんな大好き、三菱商事ですね。月足もめちゃくちゃ上がってますけれども、配取りマリ2.9%ですね。 三菱商事はですね会社からの発表で累進配当をやりますというふうに記述がありますんで今の配当金を減らすことはない基本的には右肩上がりで配当金は増えていきますよっていうそういうふうな会社になっております はい、ここですね。50円、60円、70円と。うまあ、上手いこといけば次80円とかね。それぐらいで増やしていきますよっていう銘柄ですね。で、そしてみんな大好き、NTT ですね。株価がなんせ安いですよね。この2023年のタイミングで25分割っていう、どうした NTT みたいな、あの時、ものすごいみんなが困惑したというか、え、何これみたいになったんですけど、今思うとね、ああ、そういうことだったのかと。実際、新入者ですごい人気になってますし、買いやすい価格にしたっていうところは本当にすごいですよね。で、配取り回りは 2.77%となっておりますフリーキャッシュフローもずーっとプラスでね安定しているメガネですね。で、KDDI も非常に人気です。こちらは株の修正でカタログギフトももらえますね。 ハイトリマルは2.85%。そしてみんな大好き JT ハイトリマル4.95%ですね。JT もなんだかんだってずっと株価下がってて、で、結局減廃したんですね。ハイトキ減らしたんですけど、まあまあその後順調に右肩上がりでリバウンドしているという状況ですね。最後は新越化学工業ですね。<laughs> こちらはもうあ,あ一生上がってます。はい。めちゃくちゃチャート強いです。新越化学工業に関してはもうそんなにいっぱい 一般人知らないんじゃないかなって思う銘柄ですし、配当利回りの1.74なんで、高配当でもないし、B2C でもない、なのにこんなに人気っていう。 やっぱちょっとレベルが違う、桁違いの人気ですよね。で、売上営業利益率も30%とかありますし、むちゃくちゃ利益出してると。で、ROE、r o e も高い。稼ぐ力もあると。で、なんせこの会社がやっぱ一番すごいところは、財務状況がすごい健全なんですよね。自己資本比率82%、有利子負債倍率0.01。なんでこれ逆に有利子負債0.01でお金借りてんだろうと思うんですけど、あのネットキャッシュって呼ばれる、借りてるお金とかを差し引いた、もう借金とか を差し引いた純粋な資産として一番お金持っているのがこの新越科学なんですね。日本に上場している3900社中1位ということで、とんでもなく現金をたくさん持ってる。財務状況が健全な銘柄だと。 いうことですね。そういったのもありまして、あと業績もいいし、塩ビと半導体のシリコンウェーですね。で、世界トップクラスということで、あ技術的にもすごいし、グローバルで展開してるし、利益率も高いし、お金もたくさん持ってるしっていうね、そういったところで非常に人気の銘柄となってあります。で、その他でプチ情報を見ていきたいんですけども、新ニーサの成長投資枠で何か買いましたかという質問に対して、まだ何も買ってないが40%ですね。まあまだもう1月の新年で新ニーサ始まったばっかりなんで、 4割ぐらいは何も買ってないと。で、日本株の個別株は44.7%。で、日本の個別以外を14.9%。だから、オルカンとか SP500 とかはここの。 枠ですね僕自身も SP500240 枚も,も買ってるのでこちらのこのオレンジ色ですね日本株の個別以外に投票している形ですね株歴はどれぐらいですかという質問に対してこちらのような分布になっております10年以上株やってますが18.6%ですね一番多いところは3年から10年で次が1年から3年1年未満はわずか6.3%ですねで年齢についての質問もあるんですけれども一番ボリュームズは30代ですね 30 32.9%代が 32. 9これは YouTube のアンケートだというところもありますね。YouTube 関係なく普通に株やってる人ってどれぐらいの年齢が多いのかっていうと確か60歳か50歳でしたかね。あのデータ見たことあるんですけど次に多いのが40代ですね。26.6%ということでこの3、40代でもうほとんど半分以上占めているという状況ですね。YouTube においてはですね。次に多いのが50代ですね。次が20代。 で、YouTube っていうプラットフォームももうかなりね、もういろんな人に浸透してきてるっていうのがわかりますね。昔の同じようなアンケート取ったことあるんですけど、コロナの時に、その時は20代の方がもうちょっと多かったですね。だんだんその50代の割合が増えてきてるというような状況になってあります。で60代の方もいらっしゃいますし、70代の方も,もうむちゃくちゃ 0. 何っていう割合ですけど、ね、もいらっしゃると。 いうことで。はい。ということで結論なんですけれども、結局、大型高配当株が人気ですね。 で、放配当じゃないし、B2B なのに、みんな買ってる新越化学って何者なのっていうぐらい、あの、人気やばいですね。ということで,ですね、NISA、なかなかね、攻めた銘柄を NISA で買う人やっぱ少ないですね,ね。やっぱなんだかんだ言っても、資産を安定的に長期で増やしていこうっていう目的があるっていうことを考えると、まあまあ、ダブルバガー狙いとか、こうゴリゴリに攻めた株っていうのは、もう普通の特定口座でいいんじゃないかなという気は、やはりしますかね。 まあこのトップ10以外のところのトップ30とか見ても、まあまあ安定した銘柄が非常に多いですね。ゴリゴリ攻めた銘柄っていうのもうほとんどなかったという結果になってますんで、新人探している方はぜひ参考にしてみてください。はい、ということで、こ以上。